こんばんは。今日ね、今日夏なんですけど、あんまり人のいないキャンプ場にね、久々に来させていただいて、あんまり人いないけど、設備全然ないけど値段も安いっていうね、いいとこなんですけど、今日ね、久しぶりにちょっとタープ泊をやろうと思ってまして、ただまあこの時期なんで虫がね、やっぱりまだ刺してくるんで、タープの下にこのなんていうんですか、スモーキーネットってやつね、このスモーキーネット風のテントを立てて、その上にタープを張ってタープ泊をするっていうのを今日はやります。なのでちょっとまずはね、設営をしていきたいと思うんですけど、これ支柱がいるタイプなんでね、ちょっと支柱を探しておきます。むっちゃいい感じの竹がありましたね。多分ね、分からんけどボーイスカウトとかが使ったんかな。もうええ感じで切られてる竹がざっくりいっぱい落ちてたんで、これを今日は使います。うわあ、残りで綺麗にね、切れましたね。でも待てよ、タープのペグいるから、ペグが足りひんのか。待てよ、弱っ。全部木でもいけそうやな。よし、もう張り込み。打ち込めば完成じゃん。よし、これでスモーキーネットの方は完成と。
いやいいね、いい感じやん。ええやん。やばいな、今日煮込み料理をやろうと思ったのにクッカーを持ってケトルとフライパンしか持ってきてなくて、あ、ケトルで煮込むか。それ、あ、ケトル別に煮込めるもんな。ケトルで煮込もう、夜ケトル料理。さあ、できたできた。今日はちょっとテーブルとかもね、お乳でね、お乳って、まあ、テーブルとかも新しいんですけど、ランタンは久々にね、カーバイトランタンを持ってきたんで、昼飯はね、もうインスタントかなと思ってケトル持ってきたんですけど、なんと夜煮込み料理をやろうと思ったクッカーを持ってくの忘れて、まあ今からヤマトさん来るんですけど、借りれたら借りますけど、借りれなかったらもうこのケトルで煮込もうかなと思って、夜ね、それもちょっとせっかくなんで撮影しようかなと。はあ、いいね、かっこいいサイトができたね。さあ本日の私のサイトが完成しました。まあスモーキーネットっていうんですか、のテントにタープ張ってにして、テーブルちょっと新しいんですけどね、テーブル新しいんですけど、でランタン久々にカーバイトランタン持ってきましたね。つくかな。でなんとこの昼飯はね、簡単に ケトルでお湯沸かしてインスタントかなと思ったんですけど、夜煮込み料理やろうと思って豚肉持ってきたんですけど、なんとクッカーの方の鍋を置いてきてしまってね。でじゃああかんな、全部できへんな。明日の朝はねホットケーキ焼こうと思って、そのクッカーの鍋の、まあ、セットですねの中の、まあ、鍋の一つをボウルにして粉をかき混ぜようと思ってたんですけど、まあ、それもできないと。まあ、なんか方法を考えます。もうダビパンがあるんで、ダビパンが実は2枚持ってるんですよね。車にもう1台ダビパンあるんで、ダビパンをボウル代わりにしてダビパンでホットケーキ焼くっていうパターンはあるね。まあこんな感じで今日はソロじゃない、これから山本さん来るんですね。ソロ&ソロで、かっこいいサイトできたやん。
ちなのか。ここもう使った間違えた。
飯。はあ、わあ、飲んじゃいました。昼飯が4時。実はね、ちょっと映ってないんですけどね、これを作って焚き火を焚いてる時間、2匹の蜂が来てね、ずっと格闘してたんですよ。格闘店が逃げ回ってたんですよね。で、多分夕方になったらあんま蜂飛ばなくなるんで、それで来なくなっただけやと思うんですけど、それでね、このラーメンを作るの、ラーメンちゃう、焼きそば作るのにね、実は1時間ぐらいかかってるんですよ。蜂から逃げてたんで。やっと昼飯です。うん、はあ、ここもいい森っすね。でも俺の森とはまた違うけど、こんにちは。どうも。どうも、こんにちは。蜂いなくなりました。あ、よかった。一応この長野と兵庫と、山梨に専用のキャンプ場があるんですよね。はい。めちゃくちゃ空いてます。たまにオフ会もあります。うん、あ、そうそう、一緒にキャンプでした。ライブ配信。いろいろ、あ、僕らのね、トークがここだけで見れるっていうのも、しね、もしよろしければ、じゅんいちダビッドソンキャンプ村、どうぞ。概要欄見てください。